どうも柴田です。今日はヘキトラハウスの話をします。ヘキトラ登録者100万人おめでとう。はい。僕 YouTuber でライバルだと自分の中で勝手に思ってるやつがまあ何人かいまして、まずカズヤチャンネル、政治のね、カズヤくん、あとキョウちゃん、ニコ生のキョウちゃん、あとヘキトラ、ずっとね勝手に心の中でライバルだと思ってたんで、動画は見なかったし、見ないようにしたし、まあ見て俺が意識しちゃうのもあれし、真似というかなんかこう影響を受けるの嫌だから見ないようにしてました。で多分登録者とか再生数とかも競ってたんだけども、最近ガーンとヘキトラが上に上がってもう100万人、完全に抜かれたと思います。おめでとう。すごい。動画もやっぱ見れば面白いよ。俺はもう心の底から祝福の言葉を送ります。おめでとうございます。はい。そしてここからもちょっと真面目な話なんですけども、真琴くん、真琴くんに言いたいことがあります。真琴くん、仲間屋に俺を座らせてください。ヘキトラを、ヘキトラが100万人いったから仲間屋からリリースするってことで、真琴くん、俺を仲間屋に座らせてくれ。俺も100万人行きたいんだ。いや違う、俺これまでね100万人行きたいなと思ったことがなかった。100万人登録者は課題だし、登録者よりももっともっと大事なものはあるし、お金なんかも別にね、お金なんかも俺一人が生活できて、でもう俺の動画を手伝ってくれる人たちに、まあ行くばっかのギャラをね渡せるぐらいの稼ぎがあれば俺いいと思ってたんだけど、みんながやれ YouTuber 日本で1位だとか100万人だとか目標を持って切磋琢磨してるのを見て俺は羨ましいと思っちゃったんだ。マドケー、俺も役割に行きたくなっちゃった。だからマドケー、今伸び悩んでるこの柴田、なんかよくわかんないけど、ガマ俺の2プラスになると伸びるだろうと思って、光るラファエルと組んじゃってで勝手にあいつらが詐欺してなくなって、やることなすこと恨め登録者ももう伸びない、再生数も YouTube で何かないと俺は伸びない、こんな伸び悩んでるこの俺に、マホトくん、俺に一から YouTube を教えてください。仲間やで一緒に住みましょう。住みます。最初は1週間でもいい、3日でもいい、仲間やに俺を座らせてください。お願いします。マホトくんにね、俺にプラスがないじゃんって思うかもしれない。マホト君、俺が抜くから、毎日マホト君を抜くから、だからマホト君頼む、マジでこれマジで仲間屋に一緒に住んで俺に YouTube を教えてください。お願いします、マホト君、マホト君。